坂木誠一は、茨城県鉾田市出身の元プロ野球選手、警察官。左投げ左打。茨城県立鉾田第一高校から国士館大学へ進学。二年生の時に、東都大学野球リーグ、春季リーグでの国学院戦で、先発登板し、8回に3を投げ、無失点の成績で、チームに15年ぶりの同リーグ一部での勝利をもたらした。 JR 東日本での2年目の2014年5月10日に行われた巨人の2軍との交流戦に先発5回を投げて1人のランナーも出さなかった。第85回都市対抗野球大会では3回戦において9円で1、3回を投げ無失点だった。10月23日に行われたプロ野球ドラフト会議でオリックスバファローズに6巡目で指名され、 契約金3000万円、年俸1000万円という条件で合意し、入団。背番号は43に決まった。11月に行われた第40回社会人野球日本選手権大会では、トヨタ自動車戦に先発登板し、5回を投げ批判だ、0、自責点0だったがチームは敗れた。2015年9月30日に出場選手、登録され、 同日の大埼玉西ブライオンズ戦の9回表に7番手でプロ初登板し、2、3回を投げ悲安打に、脱三振1、吉久1 2失点だった。結局、一軍公式戦への登板機会はこの試合のみだった。ウエスタンリーグ公式戦には29試合に登板し、2勝4敗、防御率4.42という成績だった。2016年には、 ウエスタンリーグ公式戦37試合に登板し、1勝0敗防御率4.50の成績だったが、1軍公式戦への登板機会はなかった。10月2日に、球団から戦力外通告を受けた。11月12日に、阪神甲子園球場で開催された12球団、合同トライアウトに参加し、打者3人に対して投げすべて打ち取った。 12月2日付で自由契約選手となった。2017年8月に兵庫県警察の採用試験に合格し、10月から初任課生として警察学校に入学。2018年4月より兵庫県内の交番にて勤務する予定で、同県警が運営する社会人野球クラブチームの兵庫県警公式野球部県警、桃太郎でプレーする。同チームにとっては、 初のプロ経験者となる。最速時速1 4 2トルのストレート、変化球はカーブ、スライダー、カットボール、チェンジアップ、フォークなど達成で、制球力に定評がある。ありがとうございます。